就任宣誓する、平達夫沖縄軍島知事軍島は1950年8月4日、甲府の米国軍政府フレー第22号、軍島政府組織法に基づく、地方公共団体で、奄美軍島、沖縄軍島、宮古軍島、八重山軍島の4軍島が置かれた。知事公選制や、住民の直接請求権など、日本本土の地方自治法に準拠した制度が設けられていた。 しかし1952年4月1日に琉球政府が発足したことにより、軍統政府の機能は琉球政府に吸収された。軍統に置かれた統治機構で議決機関として軍統議会を置き、執行機関として軍統知事を置いた。双方とも住民による直接投票で選出された。米国軍政府の許容範囲内ではあるが、 その区域内の公共事務を処理し、行政事務を行うこととされた。軍統の議決機関である。一定の事項についての条例制定権が認められていた。任期は4年とされた。軍統知事軍統を代表する独任制の執行機関である。任期は4年とされた。ありがとうございます。